さあ準備が整いました。この時間のゲストをご紹介 したいと思います。この方です。阿部光雄元選手にお越しいただきました。どうもご無沙汰しています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか懐かしくて、うん、すごくなんかホッとする感じがありますなんかもうそんなですかね。ロッカーでねコーヒーをよくいただいてたので、うん、そうですね、うん、なんか阿部光雄さんの部屋っていう感じで、そうですね、こう取材に行き詰まったりするとあそこに腰を下ろすとなんかホッとする一コマがありましたけどね。阿部さん久々に川口にいらっしゃいました。はい、ですね、なんかイベントで二輪のイベントで、何月だったっけな、オーバルクラシック、オーバルクラシックではなくオーバルのスーパーバットで、はいはいはい、その時に青木くんのバイクを持ってきたんではないかな、うん、多分、はい、その時聞きました。じゃあオートレースが実際に開催されている時の川口オートにいらっしゃるのは本当に久しぶり、うん、本当にそうですね、現役以来じゃないですかね、うん、じゃあもしかしたらあの引退セレモニーの時以来、はいはい、 そうです、はいはい、その引退セレモニーこちらです。ああそうですね、はい、あったんですねあの師匠の佐藤武雄さんもいらっしゃいました、はい、そうですね、オートレースをよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。2年前、うん、あ2年ではないですね、1年ちょっと前、はい、1年半近いですね、うん、そうですね。改めてこの時どうですか、思い出残ってます、この日は。ですね、さっきもちょっと話をしたんですけども、なんせ自分が辞めるっていう中ではね全くあんまり、うん、動揺もなかったし、はい、感慨深さもあんまりなかったんですけど、でもお客さんがねあれだけその声をかけてくれるっていうことが、うん、その考えてなかったんで、はいはい、非常に嬉しかったですね、はい、ありがとうございます。板橋さんに伺いたいんですが、はい、私は存じ上げないんですけども、はい、大変失礼なんですけど川口支店の、はい、そうですね、もう僕ら新人の頃よくね教えてもらったんですよ。いやいやいやなんか多分怒ってたよ嫌な先輩だなと思ってた。阿部さん怖かったんですか。いや多分怖くない、優しかったですよね、うん、あじゃあ一期違いでも、いや3期違い、あ6期、はい、失礼しました、はい、そこでやっぱりいろいろ阿部さんが直接板橋さんに何かアドバイスすることもあったんですか。いやいや教えてもらうことばっかりです、はい、よくお会いしましたね、はいはい、整備とかねそうなんです。もともとじゃあとても仲は良かったんですか。支部はもちろん違いますけど、結構仲いいグループっていうかね、うん、はいはい、先輩方もね、はい、仲良くしてましたからね。そうそう、もう高顔の美少年、はい、よく聞きます。いろんな、ね、選手がいても9期の中で最年少だったんですよ。そうですね、そうですよね、そうそう、阿部さんも若かったですよね。まだねその時は。阿部さんの昔のメーカー見た時は若い、うん、でも変わらないですよね。いやいやいや変わらないと思います。本当ね忍くんのね若い時めっちゃ可愛かったんですよジャニーズぐらいジャニーズぐらい、うん、そうなんです三蔵さんも負けてなかったんじゃないですか。いや失敗しました。お二人の昔の写真でもあれば、ね、すごかった。阿部さんはでも変わらないですよね。そんなことなんで二人で、ね、一緒に年を取ってるからわかる、みんなよく言ってくれるんだけど、ね、いやでもね客観的、あちょっと映像が今乱れてますね、すいません。阿部さんが二人いる感じになってます、ごめんなさい。はい、サービスショットですね、きっと三さんのそんな思い出話尽きない阿部さんですが、今日イベント場内でされたということで、はいはい、写真撮影会もあったと聞いてます。そうなんですよね。そう写真撮影会は結構照れますよねいや結構筋肉質だったので今日脱がれたのかなと思ったんですけど、はい、脱ごうかなと思ったんですけどちょっとやめてくれやめてくれ、はいはい、いやそうですか。そのね場内でイベントをされて、でこちらのスタジオにもお越しいただいて、はい、さらにロッカールームの方にも行かれたと伺ってます、はい、どうでした。皆さん何人もあって嬉しかったですね、うん、それこそ篠崎くんも会いましたし、はいはい、ちょうど、森くんが終わった時勝った時にちょうど、はいはい、終わった時見てて、はい、会いましたし、なんかこう懐かしさとか込み上げてくるものとか、まあ、込み上げてくるものはないかもしれませんが何かこうね入ってくるものとか、まあ、さっきも本当に話したんですけどレースずっとやってるんですね。オートレースじゃないんですけど、はい、レースをずっとやってるんですね。だからまだ辞めた感覚があんまりないんですよ。はい、ずっと繋がってる感じがあって、はい、結構現役の時もそのオートレースをやりながらそちらのバイクの仕事をされてましたもんね、はいはい、
だからあんまりやめたっていう実感がないんですよ、うん、じゃあもう後進の指導しながらもう自分が乗ってるつもりでいるぐらいの、まあそこまでいかないですけど、まあ、さっきオートレース実際に見てたら、もう久しぶりにオートレース見てすごい怖かったんですけど、怖いな接近戦がですか、はい、あんなこと、そうそうそう、うん、なんか当たりそうになって声出してました、おーみたいな。三田さん、今こんなこと言いながらも多分阿部さんオートレースの競争者にまたがったら人変わりますよね、うん、変わりますね、ね、はい、もう危ないですからねさっきも言われた、そこはノーコメントとさせていただきますブンブン言っちゃいますねあのそんなねオートレースを見て久々に怖い感じがあったなんておっしゃった阿部さんでありますが、今は堂々と車検を変える立場ですし予想もできる立場で、はいはい、場外車検売り場でイベントもされたと伺ってます、はい、ラピスタ新橋で、はい、そうですね、はい、年末行かれて全然当たらなかったです、買いました、うん、全然当たらなかった、はい、買い方分かりましたか、その時桜月さんっていう昔のアナウンサーの人に、うん、そのマークシートつけるのを教えてもらって、で初めて買ったんですけど、何レースか買ったんですけど全然当たらなかったやっぱり自分で思っても当たらないもんですか、ね、現役の時も結構選手ってロッカーであこれ誰が行くかみたいな予想したりするじゃないですか、うん、全然当たらないですよ大概もうね誰か来るだろうと思って、ね、はい、自分のレースも分かんないですもんね、もう今横で板橋さんがうんうんって言って毎回予想今されてますから本当難しいでもせっかくなので、はい、今気づいたら阿部さんの目の前に専門誌もあるの で、 そうです、ね、ちょっと板橋さんとお二方でなんか予想対談でもしていただければ、ね、いやちょっとね、ソロ濡れてますけどね、はいはい、ね、だから、うん、本当は岡部君とかめちゃくちゃ早かったんですよ ね、 すよね、早いんですよね、うん、早かったじゃなくて、だから3つがもう当然のことが早いでしょうけども、はい、ね、できればやっぱりね川内はその掛川君、三津君と同期だろうから、ね、彼に頑張ってほしいです ね、 ですね、はい、10オープンですよ、はい、ね、阿部、ね、さんって掛け事とかされるんですか、師匠のね社名からすると師匠は、はい、掛け事好きそうな社名、はい、ね、ですね、ね、全然ダメですね、やらないです、ね、はい、じゃあ例えば競馬とか、競馬もね知り合いの人がいたんで行って買ったことがあって、うん、競輪も、あ、そうですね、競輪も競艇も知り合いのライダーもしくはその競艇の選手がいたんで行って買ったことあるんですけど、うん、他行ったことがないです、じゃあもうお付き合い程度買ったとしても、はい、そうなんですね、うん、でも先ほどのお話ではじゃあ12レースは掛川選手に期待するっていうことですか、そうですね、掛川君、岡部君、やっぱり三つぐ君ですね、268、これ268のボックスでもまあまあいい配当、ね、うん、そうですね、はい、阿部さんボックスってご存知ですかね、ちょっとだけ多分あのどっちでもいいんですよね、これ、そうです、そうです正解です、はい、あのちょっとファンの皆様ね覚えておいていただきたいと思います、268阿部さんが挙げていただきました、間もなく時間がなくて締め切りになってしまうんですが、締め切りになるとちょっと現在の活動についても先ほどね、はい、いろいろ更新の指導されているという話もありました、その辺少し伺えればと思います、はい、さあ12レース準々決勝間もなく締め切り、現在は高橋選手、加賀選手が人気となっております、この時間をもちまして12レースは締め切りとなりました、本日もたくさんのご投票ありがとうございます、阿部さん、もう有名ですけど阿部さんの現在の活動、はい、教えていただきたいと思います、ですね、まあ、サーキットなんですけども、まあ、息子が世界 GP っていうそのやっぱサーキットのレースやってた関係もありまして、で、まあ、私もオートレースやってレースをバイクのレースやってるん で、 でバイクのレースチームをあの自分で運営してまして、で、まあ、そこの監督兼オーナーみたいな感じで、はい、全日本とアジア選手権って、はい、東南アジアの方もあってます、かっこいいですね、監督兼オーナー、一度お見かけしたことあるんですけど、いろんな人からサインを求められていて、阿部、うんうん、さんの世界の阿部さんですか、ね、いえいえ全然全然そんなことないです、あの楽しく本当に、でもね今やってれるのはオートレースをやってたんで、うん、本当にやってれる、その息子もそうです、息子もあのオートレースで得たことを全部教えて、それで、まあ、世界 GP 受けて、はい、まあ、勝ったりもしたんですけど、はい、今も全く基本的にはオートレースが基本です、そう教えるの、こうやってそのやっぱ喋られてる姿見ても本当生き生きされてるなっていうのを感じますので、これからまた頑張ってください、はい、ありがとうございます、そしてあの定期的に川口
京都に来てください、はいはい、ぜひ、はい、伝えてみます。では最後にファンの皆さんに一言お願いします。どうもありがとうございます。今も言ったように、今仕事をやっていれるのもオートレスのあったおかげでありますし、これからもどうかオートレスを皆さんよろしくお願いいたします。今日はですね、阿部光雄元選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あと268が当たりますようにというところですね。